はいドナウド・松山の日照簿記2級講座第3章の有価証券に入っていきましょうまずは、えー、第1節有価証券の概要分類こちら見ていきたいと思います、えー、まず第3章有価証券で学ぶ、えー、ところなんですけどまず資産としての有価証券の位置づけこれを確認していきたいと思いますそして有価証券複数回購入した後に売却した場合これ今まではえっ、ー、と 有価証券買いましたよ、売りましたよ、じゃあ、えー、売却益、売却損というふうな処理をしてきましたけど複数回購入した場合には、えー、ちょっとあのやり方が変わりますのでそれを見ていきたいと思います。利息、配当の受け取りの処理、これも見ていきましょう。そして有価証券のいわゆる 評価ですね期末の評価売買目的有価証券は3級の方でもやりましたけれど今度は満期保有目的債券とかその他の有価証券関連会社株式とか子会社株式ですねそういったところを、えー、確認していきましょう。テーマは有価価証券の評価方法とと売却処理ここれを学ぶことがテーマになりますじゃあこの説で学ぶこと。 まあ有価証券の定義ですね、えー、と分類見ていきましょう、えー、定義の方は種類はどういったものがあるか分類としては処理上の分類どういったものがあるかこれを見ていきたいと思いますまず有価証券の定義です、えー、金融商品取引法という法律がありますそこで定義されている、えー、もの まあ株式とか公社債等ですすねこちらになります有価証券広い意味では小切手とか約束手形これも有価証券になりますけれど、えー、この説この章で学ぶ有価証券とは にには含めなないいでえいう形になります小切手は、ねえー、別のとこあの現金とか当座預金とか出てきましたよね約束手形は手形の処理の方う出てきました有価証券は広い意味では有価証券ですけど、えー、ここでいういわゆる金融商品取引法上でいう有価証券とは別だよというふうな形になります。はい、株式債券ちょょっと確認しましまう 株式は株式会社が発行する株主を表す有価証券ですよという,うなります、えー、いわゆる出資を表すっていう意味ですね出資この会社に出資しましたよと出資した証として株式を発行しますよというよなります利益があれば配当金が受け取れます株主になれば間接的に経営に参加できますよと、まあ、議決権とか経営参加権なんていうふうな表現をしますこれに対して債券 公社債という言いいい方でも構いません社債という,ふうな言葉または国債とかねそんな言葉出てきませんひっくるめて公社債債券という言い方公社債という言い方どちら使っていただいても結構です満期時に額面金額が償還つまり換金されますよというふうな有価証券です立記載の場合には利息が受け取れますよとなります額面に記載された金額 の利息が受けておりますよ。ということになります。まあ,利あの立地記じゃない債権つまり利息がない債権というのも一応あったりします。けれど、まあ、えっと2級では利地債をあ3級2級では利地債の方え対象にしてますよという風うになります。国債は国が発行する債券。 えー、地方自治体が発行するものを地方債なんていうふうな言い方します2つ合わせて公共債なんていうふうな言い方しますまあそこまで覚えなくて結構ですあ国債あ国が発行する債券なんだなっていうことを押さえておいてくれれば結構です。社債債または事業債 えー、事業体が発行する債券、まあ、会社のことですね、会社が発行する債券のことを、社債、または事業債なんて言い方しますようになります、まあ、この言葉は意味,意味しなくて結構です、まあ、国債、社債、まあ、いずれも債券だよ、満期時になったら額面金額、額面金額は償還される有価証券だよというところを押さえておいてください。 はいえー、有価証券の分類、これはもう、簿、え、記、ー、的、会計的な、えー、目線で見ていただきたいと思います。保有目的によって勘定科目使うべき感情科目が異なります、えー、感情科目が異なるということと同時に、保有目的によってですね、えー、っと評価方法が異なりますよというところ、これをしっかり確認しておいてください。 売買目的有価証券売買目的っていう言葉を使わないで単純に有価証券ね、この4文字だけ使う、えー、環状科目使うこともありますけどね売買金を獲得する目的を持って取得する有価証券のことを言いますようになります環状科目有価証券使うこともあります有価証券の種類には株式債券などがありますよということになります はい、満期保有目的債権これは、えー、2級で新たに学ぶ科目ですね満期まで保有することで利息を受け取ることを目的で保有する債権株式には満期がありませんので債券には満期ありますけれど株式には満期がありませんなのでこれは債券だけっていう形になります3つ目子会社株式 会社の意思決定の支配権を獲得することを目的とする株式のことを言います。えー、保有するまたは支配する側のことを親会社、えー、支配される側のことを子会社とい言い方します。だから子会社株式ってを感情、えー、科目にある場合には、あこの会社を、えー、意思決定の支配を、えー、支配権を獲得することを目的としている株式なんだなというふうな形になります。 はい。また、子会社株式じゃあ、支配権を獲得って、どういった状態のことを言うのかっていうところは別の説ですね。ご案内していきたいと思います。はい。関連会社株式子会社株式とちょっと似てるんですけれど、親子関係まで至らなくても、意思決定の意思決定に対して重要な影響を及ぼすような株式。会社の株式のことを言いますようになります。ね、えっ、ー、と。 子会社っていうのは完全に支配しているっていう形なんですけど、関連会社の方は支配に至らないけれど意思決定にはまかなりの影響力を持ちますよという形になります。これもあの別の説で細かいお話をしていきたいと思います。その他の有価証券、いずれにも当てはまらない有価証券のことを言いますよってなります。これはあそういう有価証券があるな、どういったものがありますかね、あの。 支配を獲得するためじゃなくてて資資本をし、まあ、資本を出すするのをまあ協力してますよとただ売買目的でもなくて満期保有目的でもなくて支配権を獲得するための「劣後株」っていう言い方をするとちょっと、えー、通じるかどうか微妙なんですけどね、まあ、そういった、えーとまあ、どこにも当てはまらない有価証券のことをその他有価証券と言いますとこれも勘定科目になります。 有価、はいえー、証券の概要、分類、種類についてこちらの方を見ていきました特にあの科目のところまた別の説でご案内しますけど科目のところはあこれはこういう目的なんだなだからこういう処理するんだなというところで紐づ付きをしておいてください。お疲れ様です